はい、ゆうです。いつも動画を見ていただいてありがとうございます。今日は久々に元ブログスタイルで撮っています。というのも、先日のね、ルート66のツーリングでヘルメットをね、ちょっと誰かに持って行かれてしまった関係で、元ブログ用のシステムがね全部なくなってしまったので、元ブログ撮れなかったんですけども、無事ねヘルメットも買いまして、 Amazon で元ブログ用のシステムも手に入れて今セッティングして走っています。まあ、GoPro がね持っていかれなかったのが唯一の救いかなと思って、まあ、そこはラッキーかなと思っています。まあ、このベルのフルフェイスで元ブログを撮るのは初めてなので、ちょっとねお聞き苦しい点もあったりするかもしれませんが、その辺はちょっと多めに見ていただければなと思います。でとりあえず今はちょっとお腹が空いたのでハンバーガーを食べに行こうかなと思ってインアウトバーガーに向かってます。あのロサンゼルスでハンバーガー屋さんねいっぱいあるんですけども、自分はインアウトかあとはバーガーキングジャンクインザボックスが好きで、よく食べに行ってます。非常にねリーズナブルで美味しくて、特にインアウトはロサンゼルス近郊しかないんで、ロサンゼルスにいるときは結構ね食べに行ってますね。まあ、結構って言っても週に1回ぐらいなんですけども、とりあえずあと7分ぐらいで着くので、ちょっとインアウトまでブラッと走ってみたいなと思います。はい、今インアウトでハンバーガーを食べてお腹いっぱいになったので、これからちょっとハンティントンビーチまで1時間ぐらいかけて走ってみようかなと思います。まあ、こっからだとねフリーウェイ乗ってすぐそんな遠くはないんですけども、ちょっとプラッとね行ける距離としてはちょうどいい感じなので今から行こうかなと思います。はい、では早速出発します。はい、カメラの調子が悪くて実はもうハンティントンビーチの方に着いてます。ちょっと今これ道路1本入ったところなんですけども、カメラのバッテリーを交換して、これで大丈夫かなと思います。はい、ではちょっと走りながら話そうかなと思います。で今日なんですけども、まあ、アメリカに住んで2ヶ月が経って、まあ、アメリカの良かったところ良くなかったところをちょっとお話しできればなと思います。で自分はほとんどねロサンゼルスにいるので、まあ、ロサンゼルスっていう場所の観点になってしまうんですけども、まあ、アメリカに2ヶ月住んでいろいろ思ったこともあるのでちょっと話していこうかなと思います。で良かったところですね、良かったところはまずこの天気です。ロサンゼルスはほとんど本当に雨が降らないので非常に気分がいい毎日を過ごせます。まあ雨が降るとねやっぱ気持ちが少しどんよりしたりするところはあるんですけども、まあ、そういうのもなく、空気も乾燥して非常に過ごしやすい毎日を送っています。でそれプラス、まあ、自分こうやってねバイク乗るのが好きなんで、まあ、雨が降らないっていうことはバイク乗る機会もね必然的に増えてくるんで、たくさんねバイクが乗れてすごいいいかなと思っています。
で2個目ですね。2個目は、まあ、自分東京に住んでいるんですけども、まあ、東京ってやっぱり人口の密集率が高いし結構ごちゃごちゃしているんですけども、まあ、ロサンゼルスに関してはそんなにね東京ほどごちゃごちゃしてなくて、住んでから思ったんですけども、例えば家と家の間隔がこう離れていたりとか、まあ、とにかくねこう物に対して、まあ、スペースがねロサンゼルスあるのでかなりねゆとりのある空間で過ごしているので、そういうところがね非常にゆったりしていいかなと思います。まあ、本当に東京だと家と家の壁がもうギリギリ数センチとか数十センチとか、まあ、そういうレベルで物が立っているので、まあ、そういう街並みを見るのもまあいいんですけど、やっぱりねこう多少物と物の間にね、スペースがあるっていうのはね視覚的にもリラックスできるのかなと思って、そういう部分はね、住んでからすごい良かったなと思いました。で3つ目ですね。3つ目は人がねすごい自分的には合ってます。まあどういう風に合ってるかっていうと、まああまりね細かいことは気にしないですね、みんな。あのもちろん守らなきゃいけない部分は守っていますけど、そんなね細かいこといちいち一つ一つねあの気にしてるっていうよりは、まあ、楽しくやろうよ、ハッピーにやろうよみたいな感じで考えてる人がすごい多いんで、そういう部分もね2ヶ月住んですごいいいなと思いました。あとみんなね挨拶もしてくれますし、知らない人でもニコニコしてますし、なんかそういうところがねすごい本当に素晴らしいなって思います。なんか笑顔になる時間が増えた気がしますね。アメリカにいるといろんな人に会いますけど、あんまりこう難しい顔してる人とかもいないですし、みんなあったかくて優しいですね。であとこれはもう、自分的な観点になってしまうんですけども、まあバイクがね本当乗りやすくていいですね。こう道が広いし、スピードリミットも日本よりはね制限速度速いんで、めっちゃ気持ちよくねバイク乗れますね。ハンティントンビーチが左に見えます。めっちゃ綺麗ですね。で悪かったところ、良くなかったところに関しては、そうですね、まあ多少治安が悪いかなっていうぐらいですかね。まあ今かぶっているヘルメットも実はこうツーリングしている時にね誰か持ってっちゃったんで、買い直したっていうところもありますし、あと不老者が多かったりするんで、まあそういう人たちがねあのお金くれとかいろんな場所で言ってきますし、まあ強盗とかなんかそういうのはあってないんですけども、ただやっぱりねこの日本の治安に比べると、まあ多少はねアメリカの方が治安が悪いかなと思います。まあでも危ないとこ行かなければ基本的になんかクリティカルな被害に遭うこともないですし、ちゃんとね海外にいるっていう認識があればそんなになんか痛い目に遭うことはないですけども、日本とね同じ気持ちでいるとちょっとね大変なことありますね。例えば飲みすぎてその辺で寝ちゃうとかはねもう完全にアウトですね。いいですね、なんかカリフォルニアっていう感じのこのヤシの木と海岸線のねロケーションが最高ですね。あの千葉にもね千葉フォルニアっていう場所があって、写真とかねあの撮れたんですけども、今なんかねちょっと写真が撮れないみたいで結構制限されているみたいですけど、まあこの辺はね全然すごいいい感じに過ごせそうですね。ちょっと寄ってみます。
で良くなかったところ2点目ですね。2点目はやっぱりね、あのコンビニとかがめっちゃ少ないんで、なんか食料品をねこうゲットするのがちょっと不便かなと思います。まあ車社会なので、まあ、東京のようにねコンビニがもういろんなとこにあったりとか、飲食店が歩いて行ける距離にあるとか、そうではないのは分かっていたんですけども、でも実際ねこうやって、車社会のところで生活してみると、いろいろ買っておかなきゃいけない、買いだめしておかなきゃいけないっていうのがねちょっと不便かなと思いました。まあこれは別にロサンゼルスに限らずっていうところで、日本でもねあの車社会のとこ行けば同じだとは思うんですけども、そもそもね自分は東京で生まれて東京でずっと生活しているので、あんまりねこう車社会の文化っていうのがあんまりなくて、車がねなくても生活できるところに住んでいるので、初めてねこう車社会の中に溶け込んで生活したっていうところがあるんで、そこはねちょっとね不便だなって、感じました。まあでもそこもね買い出しに行くとか、まあ、友達にね車借りて週に1回もしくは2週間に1回とかね買い出し行くっていう風に分かってきたので、今はねそんなに大変ではないんですけども、なんか東京にいる時はね全然買いだめもしないですし、食べたいものを食べたい時に買いに行くっていうスタイルだったんで、そういうのがねちょっとできなくて最初慣れなかったので、ちょっとね良くなかった部分かなと思います。アメリカもねコンビニたくさんあるといいんですけど、なかなかね東京のようにねあのこまめにたくさんコンビニがあるっていう風には今はないので、ちょっとそこは今後期待したいなと思います。であとはですね、まあこれは自分が短期の滞在者なんで思ったんですけども、短期滞在の場合ルームシェアで家を貸してくれる家がすごい少ないんですよね。自分はね運よくまあほんと数ヶ月だけでもいいよっていう風にオーナーが言ってくれたからいいんですけども、基本的にはやっぱり1年単位とか半年単位とかじゃないと貸してくれない家主さんが多いですね。まあその自分みたいな人がね短い期間だとね、オーナーさんもねまた次探すのかとか、次決まんなかったらどうしようとか、まあ思うのはね、まあ、もちろんしょうがないかなって思う部分はあるんですけども、まあやっぱり1年半年そのぐらいの単位であれば結構家はねサクッと決まるかなと思います。でエアビーとかでもね考えたんですけども、やっぱりね数ヶ月ねエアビーっていうのも金額的には結構高くなっちゃう部分があるので、そういう意味ではねまあ普通にねルームシェアだったり家を貸してくれる方のね家に住むのがねいいかなと思います。だから今の家は結構珍しくて、3週間で出てっちゃう人もいれば、まあ自分より長く生活している人もいれば、結構ね面白い感じなんですよね。だから気づけばいなくなってるし、気づけば新しい人増えてるし、結構ねいろいろ入れ替わりが激しい家かなと思います。そんな感じで今日はねアメリカに2ヶ月住んで良かったこと良くなかったことをお伝えしました。今ね2022年10月なんで、まあこれからねどうアメリカが変わっていくかもよくわかんないですけど、まあ今現在のね自分が思ったことをまとめてみました。もしね参考にしてくれる方がいれば幸いです。この動画では自分が興味あることをご紹介していきますので、いいねやチャンネル登録のほどよろしくお願いします。あとツイッター、インスタグラムもやってますので、そちらもチェックしていただければなと思います。ではでは。そんな感じでもうちょっと話してみようかなと思います。で良くなかったところに
入れるか入れまいかちょっと迷ったんですけども、まあ、よくねこの時期アメリカに来る方みんな言うんですけども、アメリカはね物価が高いって言うんですよね。で確かに自分もそれは感じます。でもそれってアメリカが高いんじゃなくて日本がね多分安すぎるんですよね。今はね日本は物値上がりしてますけど、値上げしてる率も他の国に比べると値上がる率も低いし、そもそもね元の値段が安いので値上がり率もね他の国より少ないので、まあ、そんなにね痛手っていう感じではないんですけども、まあ、アメリカはねやっぱり値上がりがねインフレの上昇率がねもう日本とは比べ物にならないぐらいね上がってますね。自分がいる2ヶ月でもやっぱり感じますし、ガソリンの値段も上がったりしてますし、やっぱりねアメリカはね今本当にインフレのアップがねすごいいろんな人に影響してるかなと思います。物価が上がってるからねホームレスになったりする人も多いですし、なんかすごいいろいろ苦労してる人が多いなっていうのはね身をもってね、感じます。ガソリンスタンドとかでもねホームレスじゃない人もね普通の人本当ねその辺にいる人もね物価が高くなってお金がなくてお金くださいってガソリンスタンドとかね自分給油してるとね言ってくるんですけども、なんかそういうのも見てるとね本当にアメリカの物価高はね本当死活問題だなって思いますね。まあ今ね円安で日本人からするとねより一層高いんですけども、まあでもそれはもう物価が高いんじゃなくて日本が安くて日本の円が弱いんで、それはなんかもうデメリットというところに挙げるべきではないかなと個人的には思ってます。だってみんなアメリカの人は基本的にはこの物価で生活してますし、やりくりしてますし、それでね皆さんお給料もやっぱり日本の方よりはね高いので、そこと比べてねアメリカの物価が高いっていうのはねちょっと違うかなって個人的には思います。もちろんね高いとはね感じますよ、感じますけど、でもまあそれはもうアメリカでねこうやって生活させてもらう上ではねもうしょうがないし、だからそこ気にしたら何も楽しくなくなっちゃうんで、まあ、アメリカのねその物価高円安とかに関してはね自分は、ネガティブポイントではないかなっては思ってます。まあそれ以上にねアメリカ楽しいんで、なんかその物価が高いとか円が安いとかあんまりね気にしないですね。もうまあ日本で買った方が安いものがあればねもう日本に戻った時に買えばいいし、まあ自分もこのままずっとアメリカにいるつもりはないんで、まあいろいろね楽しくやらせてもらってますね。なのでねあんまりねアメリカで物買おうと思わないですね。まあスニーカーしかり洋服しかり、日本で買った方が安いものは基本的に日本で買って、もう今会社の方に送ってあるので会社の方はね自分の荷物で大変なことになってるんですけども、まあ本当にねアメリカこうやって今生活して本当価値観とか人生観とかあと生き方とかなんかそういうのが結構ブラッシュアップされて、なんかより一層ねこう人生が楽しめる環境に今なってきてるので、まあそこに対しての対価と思えば別に自分は全然高くないかなと思います。このね経験を日本でできればねそれはねそっちの方が安いんですけども、まあ高い安いとかもうそういうレベルじゃないと思うんで、こうやってねカリフォルニアの道をねこうやってバイクで走るのもすごいいい経験ですし、こうね空が広がってるところをね見るのもすごい気持ちいいですし、なんかそういうこと全て経験がね自分の人生の役立つことになるかなって思うので、本当にアメリカ来てよかったなって思います。そんな感じで今日はね、まあ、アメリカに来て良かったこと良くなかったことをねちょっとお伝えしました。最後までご視聴ありがとうございます。